度牧のバッティングです。はい、本当こっち方向で言うとバッティングがうまいですね。バットのヘッドが少し遅れ気味で前の膝が割れない、はい、この壁をしっかり押さえてるね。これも本当に宮崎に似てるところがありますよ、はい、このホームランに関しては着地したらその軸足が全くずれない、それで軸足に残った重心がスイングに全部体重移動していくっていうね、理想的な力の、理想的です、はい、力のこう伝え方、ボールへの伝え方なんですか、はいはい、うん、かっこいいですね。これならスタンドまで届くなっていうね、そういうスイングの強さをね、体全体うまくバランスが面白いですね。これここまで戻すと、はい、自由視点映像でもう一度自由な、本当に全く迎えに行ってないで、はい、ボールを呼び込む軸足のためね、そしてインパクトに対するパワー、それを全部全開するインパクトの瞬間ね、それは軸足がねライト方向へね踏み出していくぐらいの感じですよ。スタートを切るっていうのかな、行ってくれっていうぐらいのね、もうそれぐらい逆方向に向けてという意識 で、 ういうで、はい、なるほど、いい形ですね。これが今シーズン9本目なんですが、はい、牧は今シーズン第6号まで全て引っ張ってレフト方向というホームランでしたけども、はいはいはい、これでまた増えてくるんじゃないですか。これで、はい、7、8、そして9と現在最近の3本がいずれも逆方向というホームラン、そのコツみたいなものをね一回つかむとね大体分かってくるんですよ。逆方向へこうやって打ったらホームランになるんだというね、でその球種も含めてですけどね。あ、ですからもうライト方向へ最近はもうこれで3本連続のホームランと、はい、ホームランも全体的に増えてくるし、やっぱり今打線はナンバーワンでしょうね、DeNA はね、はい、はい、